南米大陸中東部ウシュアイアを後にし、首都ブエノスアイレスの映像をお伝えする。ということでブエノスアイレスにやってきました。早くも大都会の匂いがプンプンします。アルゼンチンの広場に来てます。あれが先日お世話になった大統領の邸宅です。ブエノスアイレスです。美人だなみんな。オラー、ギネスブックに載ってる世界で一番でかい通りとのことです。すごいな。確かにでかいっすね。でこれが8、9、10、11、12、13、14、15、16、16車線です。でかっ。さすがアルゼンチン。さあ大都市の広場でございます。ワシントン DC にあったやつですね。めっちゃ高いじゃん。すげえ高い。1000円ぐらいするセットで、トリプルマックというものです。なんと肉 600g と同じ値段です。これがちょっともったいない気分。世界三大劇場の一つコロン劇場というところに来ております。中には入れなそうですね。こんな感じのコロン劇場です。他にもなんかそんな感じのおしゃれな建物がある。タンゴ、そう、ここはタンゴ劇場です。ブエノスアイレスのダウンタウンにやってまいりました。でもさ、ダウンタウン自体はサンチャゴの方が綺麗だわ。焼肉屋さん、焼肉屋さんです。ここブエノスアイレスのちょっと日本的なところを見つけました。町の両替商に来てます。今友達が両替をしているんですが、この国はドルが足りていないので、実際の為替レートよりも、ドルが高く売れます。まあというような感じで、ちょっとこのアルゼンチンのダウンタウンはちょっとこの古さが残ったような感じで、まあこれといってすごい面白いものはございませんでした。なんかアディダスだったり、あのプーマショップだったりリーバイスだったり、ちゃんとしたお店があります。アルゼンチンはブエノスアイレスの、世界で2番目と言われている本屋さんになっていました。わすげえこれ、真ん中もこう円盤になってね、みたいな感じ。すげえかっけえこれ。DVD とか CD とかも売ってます。これはかっこいいですよ。すげえなあ。そこの劇場はどうやらカフェになってるようですね。元劇場はこんなおしゃれなコーヒー屋さんになっております。で、あの劇場の横にはこの VIP 席っていうんでしょうか、あのちょっとお高いとは、まあこんな感じの。東の警護の本があります。吹き抜けになっております。ラスベガスのカジノを彷彿とさせる大統領府です。バスからです。はい、ということで、ブエノスアイレスの日曜日の市場にやってまいりました。さあ日曜日の、ブエノスアイレス、気持ちのいい空気が流れております。南米のパリと言われているこの街ブエノスアイレス、まあ、一応骨董品市というふうに言われているらしいですが、これはお茶を飲む機会ですね。
頼まれてた。これはお茶を飲む機会ですね。マテ、このマテ茶というお茶を飲む機会です。なんでしょうこれは。なんか昔のカメラかな。こんななんか昔っぽいものが売ってます。まあだいたいこういうものが売ってます。すごいかわいい。こういう何なのか、ここはいろんな民族楽器みたいなのが売ってますね。これは指ピアノというらしいです。すげえ。板にこういうアルゼンチンの絵がいっぱい描いてあるやつですね。あのおっちゃんが描いてます。さあ大相撲東京場所7日目、白鵬10連勝がかかっています。いろんな T シャツ屋さんです。こんなパクリ物なんかも売っています。チゲバラ改めシェフゲバラ。あ、これすごいよ。ほら、パソコンのキーボードが部品になってる。携帯電話。おじちゃんが作ってんの。そうじゃない。すげえなぁ。電卓とか。へぇ、ね、いろんな部品が使われてますね。これはまあ、南米のパリと言われるのに、わからないこともないですね。いや、ホウキ屋のあんちゃん。売り物で遊んじゃってるもん、ね、うん、鳥の真似。おおおすげえ。お、なんかやる。おお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 この一緒に横のおばあちゃん歌っちゃってるもん一緒に。パラパラパッパッパパララ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 ラキーポーパーララララケントスラララララいや実にいい顔してます。一瞬千葉に見えませんか。でもゴミ箱なんですよ。アルゼンチンのバス20円そこらです。逆です。次回もブエノスアイレス、ボカ地区というちょっと治安が悪いけどローカルなエリアを探索します。ボカといえばサッカーチーム。今までの人生でこれほど楽しいスタジアムはありませんでした。次回、南米サッカーが強いわけ。お楽しみに。